第44回ワボイソプさんは旧東海南部線ウォーキングコースのご紹介。2013年12月に廃線となったペインベイからソンジョンの区間が散策コースとして一般開放されています。外国勢が漂う坂を海に向かって歩きながら談笑する2人が絵になりますね。地下鉄ペインベイ駅から徒歩30分、尾行交差点より海側に下っていくと総延長 4.8km の旧東海南部線のスタート地点が見えてきます。どうもワボイソプさんでーす。イエーイ。今日私たちどこに来ましたか？はい、ここはですね、ヘウンデの廃線をハイキングコースとして今観光地として作ってるところなんですけど、ここがですね、とてもいい写真が撮れるということで。そうですね、はい、ここあの韓国でもすごく有名なそういう観光スポットとして、はい、恋人とかあの友達とか一緒に来たらいい写真を残せるようなそういう場所ですね。はい、ジョミも一回来たことが。そうですね、私も一回だけ友達と来て、はい、遊んだ覚えがあるんで今日も楽しみです。はい、じゃあ今日もじゃあいい写真撮りに行っていきましょう。はい、レッツゴー。景色が綺麗なところですからウォーキングコースにはなっていますが、家族、恋人、友達が写真に残す場所として人気になっています。特に途中にあるタリマジトンネルは最高のシチュエーションになることでしょう。では2人をモデルに見立ててタリマジトンネルまで歩いてみましょうか。着きました。イエーイ。今日初めてだったけどどうでしたか？いや、やっぱ線路って絵になるなと思ったのと、海もあるし山もあるしすごい写真撮るとこいっぱいあって、いや楽しかったですね。そうですね。ジョンミー2回目だったけどどうだった？そうですね、私も今日久しぶりに来たんですけど、うん、やっぱ誰と一緒に来るかによってまた全然違う思い出に、誰と、ね、一緒に来るかね、なりますね、はい、今日写真撮影でモデルになりきってましたけど、はい、どうでしたか？いや、やっぱ才能あるんじゃないかなって思うんだけど。はい、はい、はいはい私も今日すごい難しいけど楽しい撮影、はいはい、でしたね。皆さんもぜひ来て、はい、あのいい写真をたくさん残してください。はい、残してください。はい、以上ワボイソプさんでした。出発さらば。